好きなものを語るチャンネル、ゆうちゃまのひとりごと。こんにちは、ゆうちゃまです。皆さんは野島伸司さんをご存知でしょうか？日本のテレビドラマ、映画の脚本家さんです。脚本家の中で僕は一番好きなんですよね。今回はね、野島伸司さんの魅力を伝えたいというわけで、早速行ってみよう。野島伸司さんの魅力その1、野島伸司の描く世界観。もともとはね、野島伸司さん、純愛ものの作品を書かれる脚本家さんだったんですよ。トレンディードラマっていう言葉が一番合うのかな。有名どころで言うと、101回目のプロポーズ、僕は死にませんって武田鉄矢が言うドラマなんですけど、知ってる方も多いんじゃないかなと思います。当時のドラマの流れに合わせてたのかな。そこはちょっとわからないですけどね。そこからね、作品の作りがガラッと変わって、1993年の高校教師から暴力、いじめ、障害者、自殺問題などね、いろいろな社会問題をテーマの中に入れてるんですよ。それが話題になってね、人間失格や未成年、聖者の行進、その先の作品にも社会問題が取り入れられるんですよね。これ何が言いたいかと言いますと、社会問題って簡単に解決できる話じゃないですよね。いじめ問題は昔も今も未だになくならないからね。僕の勝手な推測なんですけど、野島伸司さんは一つ一つの作品を苦しんで、たくさんたくさん悩んで作ったんじゃないかなって思うんです。いろいろね、ドラマで社会問題を取り扱うことは問題視されたりすると思いますけど、それでもやっぱり伝えたい何かがある、そういう苦しんだ部分が作品の中にもね、現れてるような気がするんですよね。例を挙げると、聖者の行進っていうドラマ、知的障害者の子が工場に集まって一生懸命仕事をするんだけど、工場長が知的障害者の子をいじめるんですよ。工場の中で行われてるから、世間の人はいじめのことについて全く気づかないんです。水戸事件っていう実際にあった事件を元に作られた話なんですけど、なんか野島伸司さんの記事で見たんですけど、このドラマの取材いっぱいしたみたいです。ドラマの時もスポンサーが降りたりして大変だったんですよね。ドラマの映像よりももっと悲惨なことが水戸事件で起きてて、取材してた野島伸司さんもきつかったと思います。だからね、野島伸司さんがドラマで何を伝えたかったのか、そういう隠れた思いを見つけると、野島さんの世界観がさらに分かってくるのかもしれませんね。野島伸司さんの魅力その2、役者の才能を発見する力。野島作品のドラマはですね、同じ役者さんが野島作品に何度も出るんですよ。野島三部作すべてに出演した桜井幸子、一つ屋根の下、未成年などに出演した石田一生、江口洋介や坂井紀子、京本政樹、もうね、いろいろな役者さんが何度も出てくれる。これってすごいことなんじゃないかなって僕は思います。やっぱり演技が上手っていうのもありますし、単純に野島さんが役者さんを気に入ってたってだけなのかもしれないけど、野島伸司さんの作品を楽しむ一つのあれなんじゃないかな。この作品ではすっごいいい役だったけど、この作品めっちゃ悪じゃんってね。やっぱり役者さんすごいなってなるよね。そういうの見ると、こういう演技もできるんだって、引き出しの多さにいつもびっくりさせられます。最後、野島伸司の魅力その3、ドラマ主題歌のセンス。ジャニーズが出演したらそのドラマ主題歌はジャニーズの曲っていうね、流れあるじゃないですか。僕は全然いいんですけどね。野島伸司さんのドラマにはね、全くそういうのないんですよ。KinKiKids が主演でも洋楽の曲にするとかね、そのドラマに合う曲を野島伸司さん自身が持ってくるっていう、そういうとこほんと好きなんです。あとね、曲もいいんですよ。中島みゆきの糸、カーペンターズ、アバ、レベッカのフレンズ、
オーマイリトルガールを歌う尾崎豊。あと森田童子さんの僕たちの失敗。これはぜひね、聞いたことない方は聞いてみて、めっちゃいいんです。あー、そろそろ時間かな。もっと喋りたかったな。またね、いつか野島伸司さんのお話したいな、動画で。その時はぜひ聞いてみてくださいね。次回は何を語ろうか。それではまたね。ゆうちゃまのひとりごと、チャンネル登録、高評価、コメントをよろしくね。低評価は押さないで。本当に本当にチャンネル登録よろしくね。